暗山塾栃木県支部スポンサー番組税とフランス革命ということで、引き続き後編も、福島支部長に、ね、はい、お話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。ということですね。あ、はい、そういえばブルーバッチ、はい、あ、これはそうですね、拉致被害者を助けようっていうですね、うんうん、その一応、まあ、ちょっと私なりに、はい、示すですね、ということなんですけれども、はい、それはさて、はい、今気づいたんでぶっこみました。はいはいはい、前回、はい、ついでに、あなぜフランス革命なのかって、まさか趣味じゃないですよ。あ、なんかこんなとこに素晴らしい書籍が、イノさん、この辺に、ちょっとこれもついでに、あ、ついでに、それはその点で、つ、素晴らしいございます。あ、そういえば暗山塾って、はいはい、なんか暗山塾長をね、あの教祖と崇め立てまつる信者の集まりだってよく誹謗中傷されるんですが、はい、ぼーついで取っちゃいましたからね。このすごいですよ、そんな信者どこにいるんだみたいな。ついでですからね。ね、すごいですね。ついでですよ、ついで。もうまあそれ置いといて、暗山塾はね、まあ、勝手な誹謗中傷を知りもしないでしてくれる人いますけど、はい、ブレイコーの場所ですか、はい、いついかなる時もブレイコー。本人に向かって言っちゃいますからね。もうここでそんな細かいことを気にする人じゃないしね、はい、うん、よくわかっております。ブレイコーっていうのは本来の意味は、身分や社会的立場関係なく同じ同行の士が集まる、はい、ということなんで、余計礼儀正しくやらなきゃいけない、そうですね、ということを旨として、はい、ちょっと塾長の前の平等という原則があって、はい、ね、そういう先輩後輩とかもないしね、そうですね、ないですね。うん、大体福島さんってずっと支部長やってて、はい、福島さんと偉い人でしたよ、はい、長くなんか役職となんかこう、ね、支部長が一番下だね。偉い人がいっぱい並んでて一人だけ支部長がポツンと言う、一言言っていいですか、ね、はい、でもサーク、大学のサークルそんなもんかなと思って、うん、部長とかつく人が一番こう働かされちゃうことになっちゃうので、ね、まあ、抵抗はないです。部長が一番学年下のサークルね、はい、そうそうそう、はい、そんな感じでした、はい、そんな感じのノリできました。でも最近は人も増えてきて、はい、ね、はい、おかげさまで、で、まあ、奇数月に基本的に勉強会やってると、はい、次は5月、そうですね、ね、まあ、日程決まってたらテロップ流れると思います、はい、流れてなかったらどうしようお願いしますという感じで、はい、うん、いうことで、であと11月、はい、定期的に私公演行ってますけど、はい、まあ、これも日程決まっていて11月18日、18ですね、サンプラさん、はい、茂木さんの地元、はい、そこです、そこです、そこ大事ですということで、ね、茂木さんでございます、うん、はい、ということで、まあ、定期的な講演会でね、うん、栃木在住の和也君もね、なんか去年から来てくれて、来ますよ言っちゃったけど、うん、感じで、はい、うん、よろしくお願いできればと思います、はい、ということで、まあ、今日は勉強成果の発表ということで、はい、フランス革命って、はいはい、て帝国憲法とも憲政史とも何の関係もないよ思われますが、一応あの私の著書の範囲に引っかかってたら OK っていうルールでやってますけど、これですよ皆さん、これ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 ね、うん、これ、はい、だってあの日本昭和の憲政の浄土を知るためにフランスのことをこれくらい知らなきゃなみたいな、そうですね、レベルの本ですんで、はい、まあだからそういう範囲で、そうですね、うん、ね、理系の福島さんもね面白がってるっていう、あ、本当に、はい、うん、前回はあのルイ16世が残虐な暴君でも何でもなく心優しい人だったというお話はしましたけれども、はい、うん、で具体的にどういう実績を挙げたかっていうお話を発表を、はいはいはい、じゃあちょっと発表させていただきます、やっぱり大きいのはアメリカの独立戦争への多大な貢献、あの援助をしたと助けたということ で、うん、でその功績、まあ、2つエピソードがありまして、1つはあのアメリカ兵が使った銃弾の半分が実はフランス製であったと、そしてこれ映画の話になるんですけれども、メル・ギブソンが出演しているパトリオットという映画をたまたま私見たんですけども、そのラストシーン、ラスボス倒しやったーと思ったら、その海岸にですねたくさんの船、帆船がですね幾重にも何個も、たくさんあってですね、あ、これフランスの船なんだということをですねこれで確認して、あ、勉強しててよかったなと思いましたね。だからあんだけアメリカ独立戦争をアメリカナショナリズム炸裂で、はい、で近日性パルチザン伝説並みに書いているのでもちょこっと本当のことが入っているのが見抜ける、ね、見抜けましたね、おかげさまで、うん、素晴らしい。フランスが助けなかったら今のアメリカはないんじゃないかと、うん、
ということで、もう言っちゃえば自由の女神の隣にルイ16世の銅像を建てなきゃダメじゃないの、うん、と思いましたね、うん、それを知ってからっていうぐらい、まあ、実際ラファイエットとか、はい、もうほとんど政治将校のごとく指揮してますよ ね、 そうですね、最初からルイ16世が送り込んでるし、イギリスのロイヤルネイビーが負けたのは日本とフランスだけですから、あ、うん、だ大日本帝国とリシリューとこの時のルイ16世ぐらいじゃないですか。うーん、数少ない敗戦の一つですよ、長いロイヤルネイビーの歴史の中でっていうぐらいすごい、すごいことですね、うん、あとですね、宗教へ、ね、対しての寛容政策ということで、うん、あのルイ14世が何との勅令っていうのを出して厳しくしたのを、まあ、廃止して、カトリックと、うん、あとユダヤ教にも寛容になったんでしたっけ。いや、プロテスタントとユダヤ教にも、まあ、あ、プロテスタント、寛容、まあ、カトリック以外、ね、カトリック以外にも対しても寛容であると、うん、いうことをやったと、はい、うん、あと刑罰も残虐ならやめましょうという人道化をしてですね、うんうん、あとこれ本にもここにもね書いてありますけども、なんと増税なしで海軍を増強したと、うん、これも多大な功績かなと思いますね、うんうん、であと結構あれですね、なんかパイオニアというか、うん、結構海洋に進出というか、うん、結構その辺の、あと自分は行けないけど代わりに行かせて、うん、まあ、海洋いろんな開拓をしてたということもありますよね、うんうん、結局ポルトガル、スペイン、オランダ、イギリスに遅れを取ってたのルイ16世の時にっていう話ですよね、うんうんうん、そうですね、まあ、アメリカ独立戦争ってなんかアメリカがイギリスに単体で勝ったみたいなデタラメ書いてますけど、もうほとんど近日政ね、はい、日本を倒した伝説ぐらいの嘘っぱしですよねあれそれは中の中の方に書いてありましたね、それまで、うん、なんで、いや実際フランスの戦なんですよね、はい、うん、ルイ16世英仏戦争なんですよね、うん、フランスがイギリスへの嫌がらせとしてやったと、はい、うん、いうことなわけですよ、うん、まあでもそれが命取りになってしまうのが歴史の皮肉。そうですね、ちょっとお金なんかちょっとここでちょっとずれるんですけども、うん、本当ちょっと期待したっていうのもちょっと読んだことがあるんですよ、ね、あ、そうですか。なんか戦争終わった貿易とかしてちょっとその使った分をちょっとリターン戻そうかと思ったら、うん、なんかそうならなくって結局、うん、まあ戦費がそのまんまで借金が増えちゃったみたいな話も聞いたことあるんですけど、意外と元を取れなかったっていう、そうみたいですね、うん、はい、ということで、まあ、結果的にアメリカ独立戦争を勝ってしまった上に経済的負担が国中に、というか15世も14世も、はい、もう連戦連敗じゃないですか。そうですね、14世なんて下手な横好きですもんねでも私は太陽だとか言ってたんですよ、うん、ね、太陽のコスプレしたからね、太陽っていうねいや嘘のような本当の話が、はい、これ結構堂々と言える教養ね、はい、ストロングマシンよりは堂々と言える教養、ね、そうですね、ちなみに教養には2種類あってね、はい、堂々と言える教養と人を選ぶ教養 ね、 あね、こっちは堂々と言える教養です、はい、なるほど、うん、はい、で本題の税ですよ。そうですね、まあ、なぜね経済政策の失敗が革命に至っていったかっていう話を、はい、そうですね、はい、やっぱそのまずその会計がちょっとかなりずさんであったということで、うんうん、私の知ってる範囲でいうと、いくら入ってくるか実は分かんなかったとか、うん、税を徴収する人も自分のポケットに入れちゃうとか、うん、もうかなりもうずさんゆるゆるだったという。そういう税が余ってるとか地政の数をちゃんと数えようとか、そういうね、渡瀬優也って人が一気起こしてる映画ねこの辺載ってると思いますよね重なりますね結構本当ね、はい、はい、だってもう税余ってるし、余ってます、うん、取る必要あるの、本当ないですね、無駄をなくせばいいじゃんとか、はい、うん、そうちゃんと数数えようとかっていうことですよね、はい、うん、本当にひどかったと、はい、うん、はい、それやっぱ先ほどおっしゃってたようにやっぱこう戦費がどん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 こう積もっちゃって、でルイ16世もやっぱその先ほど言った米国の支援したお金がちょっとねその借金としてどんどん積み上がっていってしまったということにもなりますね、うん、で借金返すために重税で、で、はい、その新たに課す以上にもともとむちゃくちゃな税そうですね、税率も凄まじいですしね、どれくらい、なんか8割9割って、うん、日本よりひどいといやだから 50% だったらどうせ暴動の一つも起こせんだろうとなめられてるんですかね国民は半分って大きいなと思いますよね、十分、稼ぎねほとんど、ね、はい、巻き上げられるみたいな、ね、しかもこれが100年戦争の時の税がずっと残ってるみたいな、
臨時税じゃなかったのかい、はい、うん、あれ日本の源泉徴収もそういったいきさつがあったんですか。あ、そう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 、だから志野事変の時に所得税取って源泉徴収始めてみたいな、はい、それが未だに残ってて、なんかフランスとあんま変わりませんね、なんか日本もそう言ってみて、これこれっていうことなわけですよ。つながってます、ね、今頃になって矛盾がだんだん、ね、ひどくなってきているということですね。はい、あとまあイギリスと、まあ、やってたわけですけども、オーストリアと、まあ、同盟を組んだわけですよね、うん、全員的に回すよりはオーストリアと同盟を組ん で、うん、でまあ、その証しとして、まあ、アントワネットを、うん、まあ、妃として呼んだことなんですけども、うん、まあアントワネットは評判良くなかった、今でもそうみたいですね、うんうん、まあドイツ人ですねでなんか贅沢しまくってたという印象だけが、はい、そこまでひどいかと言われるとそうなんですが、はいはいはい、うん、普通の人なんですよね。そうですね、普通の遊び人ですよね、はい、うん、でもこの状況でそれやるという全く空気読めない、はい、でちょっと余計なこと言うと、その、はい、アントネットしかいないわけですね、ルイ16世には、はい、で前の王様なんかは、まあ、愛人がいて、はい、愛人が盾となってそういうスキャンダル受け止めてたんですけど、はい、アントネット全部受け止めちゃったから余計にこう、はい、そういう悪い噂が、うん、ポンパドール夫人、ポンパドール夫人とか、はい、そうですそうです、ね、フランス人ね、あの女の人への悪口で最大級の罵倒語がポンパドールって日本のことウサギ小屋呼ばわりしたあのわけわかんない首相がミッテランの愛人だったんで、あのこのポンパドールが悪口は上品じゃなきゃ、そうね、はい、はい、うん、ちょっと、はい、感じですね、はい、あとちょうどついてってすいませんあと天候が火山が爆破で火山が起きちゃって、あの、うん、噴火が起きちゃって、うん、でまあ黙々と雲が大きくなっちゃって、うん、悪天候で、まあ、農作物もですね、うん、もうあんま取れなくなっちゃったということもありましたし、うん、あと啓蒙思想もやっぱり要素としてありまして、うん、はい、まあ、アンチキリスト、あとアンチ王政、うん、でまあでも結局これが塾長も以前おっしゃってましたけど、うん、まあ、いわゆる革命思想、うん、リベラルの源流、まあ、ルソーですよね、はい、ジャンジャック・ルソー、ジャンジャック・ルソーですね、うん、あのとエミールっていう本あるじゃないですか、はい、 ありますね、あの通り教育すると完璧な不良少年が出来上がるっていう、まあ、とにかく自由をね、ルソーめちゃくちゃいいこと言っていて、はい、自由と野放しは違う、あ、違うんですか、うん、っていう正論言うんですよ、悪魔こそ正論を言うの、だからそいつが正論言ってるからといってそいつが正しいことを考えてるわけではない、はい、そうですね、でも典型ですよね、はい、うん、だからあの人はいいことを言っていると、いいことも言っているは違う、うん、お供の違いが大きいですね、うん、っていうことね、クレアマジックの学びですよね、はい、うん、本当にまあ何かいろんな分野で政治憲法とか経済とかであの人はいいこともいいことを言ってるじゃないですか、違うそれいいこともっていう、うん、もうん、っていうのを見分けなきゃダメですよっていう、そうですね、ありますね、はい、うん、ちょっともう最後ですけども、あの、うん、第三身分のブルジョワ化と、これがかなり大きくて革命を起こせる人たちが出てきたんですよね、うーん、やっぱりフランスの特権貴族ってものすごい力持っていて、だから日本でいうと財閥みたいな人、はい、うん、例えば正田家ってブルジョワですよ、あ、うん、ものすごい大金持ちで、うん、だから日本人にはちょっと分かりにくいんです、あれクラスの人が武器持って立ち上がったそれもそれで怖いな、うん、だって本当の貧乏に何もできないですもんね、はい、あの北朝鮮かなんか似てますね本当に、うん、字も読めないし数字知らないし、ただ生まれてから死ぬまで機械のように、はい、あの同じ生活繰り返してるだけで何も考えない、うん、そうですね、本当の家畜と一緒で、だから人権を発明しなきゃいけなかったというのが背景としてあって、はい、でこんな状況でありながら特権階級がいっぱいいて税金払わないと、はい、補助金よこせ、はい、どっかもっとひどい渡瀬さんが一気起こす、はい、はい、まあ、そういう状況ですから、うん、ここでルイ16世は、うん、ちょっと税金ちょっと払ってないぜ払わせようかというのでやったのが名刺会というものですよね、はい、うん、はい、名刺会って聞き慣れないと思うんでちょっと解説を、ね、はい、あのまあ貴族、まあ、特権階級 に集まってもらったんですね、うん、でルイ16世がまあこの人たちだったらまあ言うこと聞いてくれるかなと思って税金払ってねって言ったら嫌、うん、です嫌、うん、です、うん、
って、はい、うん、そういう会だったんですね。そうそう、だからそこでリシリューなら私の大好物、はい、あ、出ました。昔のハンドルネームよりリシリューしちゃうぐらい、はい、素人時代、うん、リシリューは殴ってカツアゲするんですよ。それはね、うん、16世にはできなかったんですよね。心優しいから理性的に説得しようとした、うん、そうですね。だってね、リシュリューはリアルに三重神の悪役ですもんね、はい、これ史実通りじゃないかっていう、アレクサンドル・デュマが、うん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 、まあすごいピカレスクヒーローとして、はい、うん、悪くて強くてでひどいやつなんだけれども愛国心があるっていう、王への忠誠と愛国心があるっていうね、はい、人でしたけれども、はい、うん、ね、どうも、まあ、やっぱね、優しいだけじゃダメなんですね。ダメですね。反省します。わかります。はいはい、はい、うん、じゃ次いいですか。はい、はい、でまあその特権会議って言ってもしょうがないから、うん、じゃあ平民も一緒に入れて会議しましょうねということで、うん、三部会というのを、うん、まあ百何十年ぶりかなんか開いたんでしたけど、ね、三部会って第一身分が、はい、宗教貴族、お坊さんですよね、カトリックの、はいはい、第二身分が普通の貴族、はい、まあ、あの世俗貴族、はい、第三身分がその他の庶民、まあ、納税者ですね。うん、といっても金持ちですよ、ね、金持ちも入る、はい、基本的に金持ちですよね、はい、ブルジョアで、はい、プチブルってやつですよね、はいはい、でも本当はブルジョアじゃないとねあれなんですよね、そうなってきませんね、うん、はい、で、それで、第三身分なんかは、はい、特権階級も金税金払えよと、はい、貧乏人からばっか巻き合ってんじゃねえよとやっぱ財務省で言わなきゃダメですから。本当にそうですよね。うん、はい、うん、でも結局これで第三身分が迫っても結局嫌だと、うん、意地でもこの、 あの既得権は手放さないと、うん、いうことになってしまいましたね。やっぱリシュリューじゃなきゃダメなんですね。そうです、優しいだけだとやっぱダメですね。やっぱね、リシュリューすごいのは、はい、なんで皇后とあんな仲悪いのに、うん、王のルイ13世の信頼が死ぬまで離れないんだろうと思ってたら、うん、嫁、あの皇后の浮気のネタを思いっきり握って脅しまくってたらしい、はい。握ってるとか握ってるんですね、やっぱりね。もうすごいですよ、リシュリュー。上は宮廷から下は売春婦までスパイネットワーク作ってる。すごい。インテリジェンスの達人。ほんとすごいですね。あと嘘泣きが得意。結構よく泣いてたんじゃないでしたっけ。そう、嘘泣きで結構ね、病弱な見た目してる。あ、でもあの実物の絵見ると、宇中上先生が実物見に行ったらしいんですけど、目がめちゃくちゃ鋭い。あ、やっぱりそうなんですね。ね、フランスの足利義教。まあルイ十世のリシュリューはいなかったんですよね、うん、っていう、それがネッケル。あ、ネッケルね。だからネッケルってまあ当時人気があった大蔵大臣で、はいはいはい、まあ俺かな。あ、そう。俺かな。カップラーメン400円でしたっけ。いや、こんな感じですよね。そうですね。やっぱあのこの時代って桁違いのことやんないと許されないみたいなところあるじゃないですか、はいはい、うん、はい、っていうね、はい、ことで結局ね、うん、宮廷費の状況を知った平民は不満を持つ。そうです、本当は違うんですよね。こんなにうち台所中厳しいんだよ、ね、特権階級さん税金払ってって言ったら、そこじゃなくて、なくて、こう平民に不満がというか、不平が増えてしまったということです、ね、うん、つまりあるところにあるのに取れないから弱いものから巻き上げようという税に理屈なしをやったから革命が起きたと、はい、そうですね、うん、いや本当に消費税増税の時も税に理屈なしって平気で言い上がりましたからね。いや、日本の税制って、はい、それこそフラット税制全然なってない、はい、フラットになってない、なんて言うんですかね、なんて言うんですか、複雑回帰で、いや申し訳ないんですけど税理士さんって本来いらない仕事ですからね。確かに。でしかも税理士 の、 あの控えめに言って過半数は税務省の回し物じゃないですか、はい、で税務省と戦ってると思ったら共産党でどっちでもない税理士探すのが大変な苦労。まともな人いないですかね。いや、本当にごくごく少数でいて、はい、まあ、倉山塾ではね、そういうまともな税理士さんをね紹介し合うみたいなね、互助活動もやってますからね。はいはい、うん、本当税務署戦ってくれる税理士さんだけでありがたいですよ。うん、税務署のように金を差し出すのが仕事と勘違いしてる人います。なんかフランス革命で徴税受け負いに何が違うんだって感じしますね。全く一緒ですよね。本当に何も変わってませんね。はい、さてと、じゃあなんで革命が起きたかのきっかけはもちろんバスチーユ監獄襲撃なんですが、より細かく見ると、はい、そうですね、そのネッケルさんが辞めさせられてしまったと、うん、クビになったと、クビになっちゃったと、うん、
まあ、アントワネットも絡んでるような話もあったんだかな、まあ、貴族の方が税金払いたくないから、うん、そこに税金払えっていう熱気は目障りだから、はい、やめさせ、まあ、ルイ16世も本意だったかどうかちょっとねこの辺微妙かと思うんですけども、うんうん、な結局守りきれなかったわけですよね、はい、そうですね。ルイ13世みたいにリシルイに最後まで独裁やらせた人とは違う。いやできなかったですね、うん、はい、はい、でこれに怒った民衆がいきなりバッシュではないんですね。そうなんですよ、これ、これは当たり前の常識として、はいはいはい、うん、アンバリッド、まあ、あの肺兵院と書いてます、肺兵院かな、うん、まあ、軍の病院ですね。そこでまず武器を奪ったけど、うん、弾がなかったから、かつて要塞だったバスチーユ、うん、今はまあ監獄になってますけど、牢獄になってますけども、うん、そこに行ったと、うん、でまあ本当はなだめようとしたけども、うんうん、実はその交渉に行った人は殺されたんじゃないかというので、うん、疑心暗鬼になって爆発してしまったという。しかも最初は国王陛下万歳って始まった。あ、そうですよね。結局特権貴族どもは敵だけれどもっていう状況になった時に、ロシアなんかでもそうなんですけど、国王とか皇帝は我々の味方だという幻想が広がっちゃうんですよね。うん、ところがいつの間にか国王陛下万歳とフランス万歳で使い分けるやつがいて、どんどん国民を暴走させて、国王がフランスのためにならないから殺しちゃえっていう方向に誘導した奴らがいると、うん、一言言っていいですか、はい、共和制って言葉は怖いですね。怖いですよ、うんうん、要するに王様いらないよっていうふう、いつの間にかフランスさえあれば王様いらないじゃんみたいな、っていうで取り返しがつかないことになってしまったと。はい、この後どんどん悪くなっていくということですね、うん、っていうような学びをね、みんなでね、はい、知ってると飲み会も楽しくなる、楽しくなりますね。ということで、まあ、あの倉山塾栃木県支部は、まあ、基本的に奇数月に護国神社で勉強会臨読会をやっておりますので、まあ、お問い合わせしていただきら、で11月にはなんかもう10年ぐらいの恒例となってますが、私が乗り込んでいってね、はい、みんなで楽しく大宴会みたいな、はい、それ大事です、はい、飲み屋借りててやってます、ね、借りてますね、結構広い飲み屋借りててますよ、ますね、誰も客他いないみたいな、いてもいても追い出すみたいな、いやあの熱もすごいです、熱も、うん、はい、ということで、はい、ということで福島さんまたねお越しいただければと思いますんで、倉山塾栃木県支部お待ちしておりますので、はい、お待ちしております。